エシュボルンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州マインタウヌス軍の市で、ある。エシュボルンは、ラインマイン地域のマインタウヌス軍東端に位置する。エシュボルンは、フランクフルトアムマインのゾッセンハイムク及び、レーデルハイムクに隣接しており、フランクフルト都市圏に属している。 フランクフルトの因縁シュタット区までは 7km、フランクフルト空港までは 15km の距離にある。エシュボルン地区の北に接するニーダーヘイヒシュタット区も、エシュボルン市に属す。エシュボルンは、北は、クローンベルクイムタウヌス及びシュタインバッハ、東と、南は、軍独立市のフランクフルトアムマイン、西は、 シュバルバッハームタウヌスと境を接している。エシュボルンはアションブランとして770年のロルシュ修道院への寄贈証明書に初めて記録されている。この地名はトネリコの傍らの泉を意味する。875年7月3日に洪水がこの村を破壊し、88人とすべての家畜が死亡した。エシュボルンの城塞は11世紀に建設され、 12世紀末から13世紀、初めに頭角を表したエシュボルン家の所有となったが、本拠地はその後すぐにクローンベルクに移された。エシュボルンは帝国霊園としてクローンベルク家の所領となり、1704年に東家が断絶しマインツ選定講領となるまでその所領であり続けた。エシュボルンの戦い1389年にエシュボルンの戦いが起こった。 ライン都市同盟のプファルツ博に対する戦いに伴ってフランクフルト市はクローンベルク騎士カとフェーデを戦った。クローンベルク軍は同盟軍の援助を受けてこの戦いに勝利しフランクフルトの市長を含む多くの捕虜と引き換えに7万3000グルデンの身の白金を得た。30年戦争の際には1622年に ティリ,リー・ハクとクリスティアン・フォン・ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテルとの間で行われたヘイヒスとの戦いによって、城塞施設やその近郊の村が破壊された。ルネビルの和訳によって、クローンベルク家の所領は1801年に、ナッサウー・ジンゲン・が獲得した。1806年に、クローンベルクとニーダー・ヘイヒシュタットは、共にナッサウー・ジンゲン・領一部として、 ナッサウウー人間家の下で新たに創設されたナッサウ王国領に属すこととなった。この公領がプロイセンに併合された1866年以後、エシュボルンとニーダー・ヘイシュタットはプロイセン王国領となった。ドイツ帝国の成立に伴い、エシュボルンは1871年からドイツ国に属した。 1874年8月19日、クローンベルガー鉄道のレーデルハイムクローンベルク、間が開通したことにより、エッシュボルンは初めて鉄道路線で結ばれた。1939年1月1日に、軍用飛行場フランクフルトゾッセンハイム飛行場の建設が始まったが、結局この飛行場は完成しなかった。1930年代末に、 シャーフバイでの別名で知られていた、この軍用飛行場は、最初は広大な草地に、わずかな兵舎が建っているだけであったが、石造りのハンガーがいくつも作られ、そのうちの一つが、現在も残されている。司令部や、付属建造物の多くは、仮小屋の形で建設された。この飛行場は、エシュボルンの名称で、全戦争機関を通じて運用された。ここでは、 軍用グライダー乗り組員の養成教育が行われていた。1945年4月から同年5月の終戦までアメリカ軍の戦闘機部隊が駐留し、ここから対ドイツ戦に飛び立っていった。戦後イシュボルン空港は当時まだ修復されていなかったフランクフルトアムマイン空港の代替飛行場として大きな重要性を担った。その後、 フランクフルトアムマイン空港の再開に伴い、エッシュボルン空港は閉鎖された。一部がシュバルバッハ市に架かるその敷地は、1992年までアメリカ軍が駐屯するキャンプ、エッシュボルンとして運用された。アメリカ軍撤退後は、市がこの土地を買い取り、キャンプフェニックスパーク産業地域に再開発した。第二ドイツテレビは、初代総裁カールフォルツーマーのもと、 1963年4月1日にエシュボルンで業務を行ったが、その後すぐ1964年にビースバーデンへ、ついで1974年にマインツへ移転した。1970年にエシュボルンは1200年祭を祝った。地域再編に伴って、1971年9月15日の合併協定に基づいて、 1972年1月1日に隣接するニーダー・ヘイシュタットが合併した。2009年にドイツ取引所の電子計算機センターがエシュボルンに建設され、2010年に稼働を開始した。市庁舎と市立、ホール・エシュボルンの市議会は37議席からなる。2020年2月16日からアドナン・シャイク、セディが市長を務めている。 紋章は赤字で金の冠から吐いた2枚の銀の翼。それぞれの中に青い小兜が4つずつ描かれている。現行の紋章は1937年2月8日にプロイセン王国ヘッセンナッサを州知事によって認可された。エシュボルンは1985年にパリから約 17km の距離にあるフランスの町、モンジュロンと姉妹都市協定を結んだ。 2001年に、エッシュボルン、モンジュロン、ポボアデバルジン、ザバーは、4都市間の有効都市協定を締結した。ポボアデバルジン、ザバーとは、2010年5月に公式に、姉妹都市協定を締結した。マインタウンス樹木園、フライツァイトパルクエッシュボルンを流れる、唯一の小川であるベスターバッハ川沿いに、フライツァイトパルクがある。公園は畑や牧草地、 点在する果樹園の傍らにある。歩行者や自転車にとっては、エシュボルン市内の二つの市季や隣接する町を結ぶ通路にもなっている。フライツァイトパルクキルヒビーゼンを通って、徒歩なら約1時間でクローンベルクに行くことができる。フライツァイトパルクウンタービーゼンを通れば、フランクフルトレーデルハイムに至る。フライツアイトパルクオーバービーゼンは、ニーダーヘイシュタットと、 エッシュボルンとの間に位置しているここには廃車になったトラクターがアトラクションとして設置されており、トラクターシュピールプラッツとも呼ばれている。マインタウヌス樹木園、マインタウヌス樹木園は、広さ約76ヘクタールの樹木及び、干木の植物園である。ここには、約600種の樹木や干木があり、すべての種類が、大地に植えられている。この樹木園は、 シュバルバッハームタウヌス、ズルツバッハ、エシュボルンにまたがっている。多くの自転車道や遊歩道がこの樹木園を通っている。エシュボルンのプロテスタント教会、エシュボルンの彫刻軸は、エシュボルンの公共スペースに設置された8つの彫刻作品群である。6つの単独作品、トラベルアヘッド、フーア、フェニックス、フルクルム、ドライゾイレン、 フェアザッツシュティックと一体の組作品であるアダムとイブがある。8番目の作品はギーゼラ・ベイバーの作品だが造形が施されていない。この芸術作品はマインサガンの会場の角石で北緯50度08分44秒統計08度33分46秒にある。エシュボルンで最も成功したクラブの一つがサッカークラブの 1FC エッシュボルン1930だが2006年1月以降は債務超過に陥っている。もう一つの成功したクラブがテニスクラブのテニス65エッシュボルンである。レギオナルリーがランデスリーガ、ベツイルクスクラッセ、クライスリーガに多くのチームを有するほかドイツチャンピオンも排出している。男子55歳以上のチームは 2010年と2011年にこのクラスのドイツチャンピオンとなった。ツラ・ニーダー・ヘイシュタットとトゥルン・フェライン・エシュボルン1888が本市の2大クラブであり、数多くのクラブが多彩なスポーツ種目を補っている。二つの市区の間に1970年代の初めに屋内、屋外プールが設けられた。このビーゼンバートは、 一年間の補修工事を経て2001年9月1日に再オープンした。ここにはサウナ室やそれぞれ25メートルコースの屋内プール及び屋外プールがある。またイシュボルーンでは毎年5月1日に国際的に有名な自転車レースが開催されている。2011年に第50回が開催されたこの伝統あるレースは 2008年までは、ルントウムデン、ヘニンガートルムとして知られていた。これ以後、スポンサーの変更に伴って、エシーコールフランクフルターシティーループを経て、ルントウムデンフィナンツプラッツエシュボルンフランクフルトと、解消された。プロの自転車レーサーのほか、これとは別に選抜されたアマチュアやチームに属さない、レーサーも参加する。 フランクフルトに隣接するエシュボルンは経済的に豊かな町で、いわゆるシュペックギュルテルの一部である。これは多くの都市計画に反映されている。また、エシュボルン市はマインタウンス軍の分担金の約半分を出資している。エシュボルンのボーダフォンエシュボルンはフランクフルトに近いことなどから約3万人分の職場がある。 職場は主に南産業地域や東部及び西部のトンや小売業者地域に集中している。企業の約90%がサービス業者であり、例えばボーダフォン、ドイツ銀行、VR レイジング、ジーメンス、ドイツテレコム、アーンストヤング、IBM、テケム、ランスタットド,ドイツュラントがある。連邦ネットエージェントまた以下の観光庁がある。 この他に数多くのコンサルタント、マーケティング、ソフトウェア関連の会社がある。家具会社のマンモビーリアはエシュボルンに大きな支社を置いている。オイレスとは1974年に設立されたレストラン経営の会社である。フランクフルトにあるドイツ取引所の関連企業の多くがエシュボルン、南産業地域に移転するという発表は 地元の大きな注目を集めた。2010年にはすでにドイツ取引所関連会社の多くが新たに建設されたエシュボルンの建物に移転した。この移転の理由は財政上の利点にある。特に営業税の税率が隣のフランクフルトアムマインでは460%であるのに対し、エシュボルンでは280%と明らかに低率である。 ただし、ドイツ取引所の公式な所在地は、フランクフルト・アム・マインのままである。かつて、エッシュボルンに、ドイツ本社を置いていた、有名企業としては、ゲオルク・フォン・オペルグループや、アーサー・アンダーセンがある。エッシュボルンには、もっぱらあるいは主にこの町で発行されている二つの、印刷メディアがある。各週間の、エシュボルナーナ・ナハリヒテンと週間の、 エッシュボルナーシュタットシュピーゲルである。これらの出版物とは別に、2つのローカルオンラインメディア、エッシュボルナーツイトゥングとエッシュボルナーシュタットマガチーンがある。地元市のヘヒスタークライスブラッド、フランクフルトルントシャウ、フランクフルターアルゲマイネザイトゥングが、上記の4つのメディアを保管している。エッシュボルンには4つの学校がある。エッシュボルン南駅に到着する。 S3 号線の列車アウトバーン A66 号線及び A5 号線の最寄りのインターチェンジは約 1.5km の距離にある。S バーンの S3 号線と S4 号線がエシュボルンを通ってフランクフルト中心街に直接乗り入れている。2013年始めからフランクフルトの交通局は U バーン6号線をエシュボルンまで延伸することを検討している。 さらにフランクフルト交通局はこのプロジェクトの具体的なシアン作りをすでに委託している。現在、ユーバーン6号線はプラウンハイムのヘールシュトラーセ駅までである。このプロジェクトはエッシュボルン市長によればエッシュボルンの立場を一層強化するものである。プロジェクトの正確なスケジュールはまだ示されていない。ホーホタウヌス軍の緑の塔は U6 号線を延伸し、シュタインバッハとクローンベルクに駅を設けることを公約に掲げた。ホーホタウノス群のオーバー・ウールゼル氏はすでに以前から U バーン3号線によってフランクフルトの地下鉄網と結ばれている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。